じゃあ自分の部屋で夜まで休むと話が進む状態になりましたけど、まあ、せっかく自由に歩けるようになったので進める前にもう少し街を歩いておきたいね。サブストーリーとかもまだあると思うし、徳を積んでおけば結局進める上で有利になるからね、こっちが。じゃあどうしよっかな、どこ行こっかな。木炭。あの人、うわ、師匠、師匠だ。うわ気合だけで人を吹き飛ばしてる。そんなふぬけに育てた覚えはないわ。出ていけ。あ、小牧道場って書いてあるんだ。小牧流とも書いてある。小牧流はこの時代から小牧流のままなんだね。出ていけ、もう顔見せるでない。いた、いて、出て。はあ、あ、いなくなっちゃった師匠。一応念のため説明しておくと、現代の方の龍が如く本編でもあんな感じの人が主人公の師匠で、で、すげえメンチ切ってくんなまあその人も小牧流を名乗ってるんですよね、現代の龍が如くに出てくる人も。で、この人はお弟子さんかな。おい、大丈夫か。あ、はい、すいません、お騒がせしてしまって。いや、そりゃ構わんが。いや、この時代からあったんだね。まあ設定的に違和感ないじゃないか。100年ちょっと前くらいだもんね、現代の。まったく本当に先生は分からずやだ。全然時代の流れが分かってない。だ、現代の方に出てくる小牧流と全く同じ小牧流ってことだよね、多分。先生、先生？親子喧嘩じゃなかったのか？ああ、いえ、私はそこの道場で稽古を積んでる門下生なんですが、先生と意見が合わず口論に。先生は古武術小牧流の当代の師範で。小牧流、師範、武芸学問を教える人間のこと。そっちじゃねえんだよな。いつも肝心なことを教えてくれないんだよな、この地引き。私はそこで子供の頃から稽古を積んできたんです。小牧流のこと聞きたかったのに。小牧流聞いたことないな。そうですよね、小牧流は都市空間での体術を基本とした武術です。まあプレイヤーはよく知ってるんだけど、剛腕の剣客が町をかっ歩し、銃すらも懐に忍ばせるこんな時代に素手で一体何ができるっていうんだ。まあ素手で戦う方の人だけどね、龍馬は。稽古の本質自体は武器があろうがなかろうが変わらんと思うぞ。そりゃそうかもしれませんが、現に道場の門下生は減る一方、まあ剣術の時代なのは間違いないからね。運営がままならなくなってきてるんです。苦労されてるんだな。先生の信念もわかります。でもそれで道場が潰れてしまっては元も子もない。なるほどな。お前の言い分も師匠の言い分もどちらも一理あるですよね。そう思いますよね。小牧流は本当に素晴らしい流派なんです。まあ、素晴らしい流派とは思ってるんだな。ちゃんと一人の弟子として私もここで潰したくはない。だからってなんか付け焼き場でねえ、剣術の型とか取り入れても、それは小牧流じゃなくなっちゃうんじゃないの。まあ勝手なお願いですが、ここまで聞いていただいたのも何かの縁だと思います。一緒に先生を説得してください。さあさあ、こちらです。おい、うん、これで龍馬も小牧流を身につけるきっかけになるのかな。最終的に虎落としとか教えてくれんのかな。そしたらもう素手の流派が一番強いことになっちゃわない？先生、やはり私は納得できません。バカモン全く同じバッカモンを何回も聞くことになるな。お主の顔はもう見たくないと言ったじゃろうが。しかし先生、しかしもしめじもないわい。そんなに似てないだろ。お前には小牧道場の敷居をまたぐ資格はない。今すぐ出て。ん？後継者が来ましたよ。誰じゃそやつは。この方は私の小牧流に対する思いを聞いてくださった、斎藤はじめだ。そう、斎藤さんです。この方は我々小牧流にとって何も考えてこなかったな、こいつ。通りすがっただけの無関係の人間だ。そう、無関係いいのかそれで。全く関係のない人なんですって。いらないな、そのノリツッコミ。出ましたよ、3回目。お主は人様にまで迷惑をかけおって。あ、いや、そんなつもりじゃ。
斎藤殿と申したか、我が弟子の非礼を許してくれ。わしの名前は小牧宗光かな。現代の師匠は宗助だったけど、小牧流の現継承者であり、ここ小牧道場の師範をやっておる。こんなところに道場があったなんて全然知らなかったな。そうだな、道場破りしまくってるはずなのに、龍馬は。その龍馬が知らないってなかなかだぞ。ほら先生、やっぱり知名度が足りなさすぎるんですよ。なかなかの知名度のなさ。やかましいわ、小っぱが。それより、斎藤殿。お主、相当の手だれと見受けるがいかがか。やっぱ分かっちゃうか。やっぱ分かっちゃうか、本物には。剣の腕はおそらくどこぞの流派の回転を取るほどの格じゃろうな。それ以外の獲物ももう扱える受けの広さも感じる。ちょうどいい斎藤殿、お手数かけるか、そこの弟子と手合わせ願えまいか。私が斎藤さんと手合わせ？剣使って。そうじゃ、お主は小牧流に剣を取り入れろと申したな。では木刀を持つとよい。剣銃使ってもいい？斎藤殿は素手じゃ。素手か。どういうことですか？なるほどな、そういうことか。じいさん、あんた相当冴えてるな。分かってるらしい、なんか意図が。話についていけないんですが。どっちが弟子か分かんねえな。乗りかかった船だ。一本だけ付き合ってやる。やってみればじいさんの言いたいことがお前にも分かるはずだ。やはりわしの目に狂いはなかったようじゃな。では始め。素手で剣とやるのか。まあ慣れてますけどね、そういう戦いは。伊蔵も素手で倒してるし。R2 の攻撃を当てた後四角連打。あれ、知らない技だ。最初の一撃を当てた後ヒートゲージがなくなるまで四角連打で連続攻撃が可能です。R2 で打ってから。あー、これか。なんかあったな、こんなの。5でも。はい、ゲージがなくなるまでオラオラ状態になれるってやつね。敵を全員倒してください。はい、あとは投げちゃえばいいのね。へえ、そっか、これは小牧流の技ってこと。ひどい。やりすぎだろ。何もさせなかったじゃん、あっちに。あ、まあ別に小牧流の教えってわけでもないよな。勝手に龍馬がやった技だし。はあ、そんな斎藤さんは剣客のはず。1年前は使えなかった技だな。真の強さとは武器の有無など関係ないのじゃ。工房筆を選ばずというが、そこには指で砂に字を書くことも入るのじゃよ。お前の言うことはよくわかる。だが一つ見誤ってるようだ。このじいさんはおそらく剣を使わせたとしてもそこら辺の剣客に負けないほどの腕前だろう。そうなんですか先生。その中であえて都市空間を軸にしている。そこには大きな意味がある。それを弟子であるお前にじいさんは分かってほしかったんじゃないのか。勝手に通じ合ってるこいつら。初対面なのに皆まで言うでない。こやつのためにならぬ。もしかして私は先生に大きな恥をかかせてしまったのでは。何かに気づけたのであれば稽古に励むのじゃ。修行の先にお主の得るべき答えがあるじゃろう。はい。斎藤殿、面倒をかけてすまなかったな。改めて礼を言うぞ。通りすがったついでだ、構わないさ。見ての通りの貧乏道場、何も譲り渡すことはできぬが、教えてくれよ、虎落とし。もしまた足を運んでくれたのであれば、お主に小牧流の技を手ほどきしようぞ。こんなん素で最強になっちゃうでしょ。弟子でもない俺に技を。それは武人にとっては最も高価な贈り物だな。お主にさらなる力は必要ないかもしれんが、その筋に良さを眠らせておくのはもったいないからの。面倒をかけた弟子の成長も見てやってくれ。わかった。時間があるときにまた顔を出そう。うむ、待っておるぞ。これ以降はこの道場に通えば、なんかいろいろ技を授けてくれる感じなのかな。弟子、励めよ。最近鼻毛がよく伸びます。ああ、恥ずかしい。すげえどうでもいい話聞かされた。ふざけんなよこいつ。じゃあまあそうだな、ここには、そうだな、実況中じゃない時に俺が勝手に足を運んでちょっとずつ技を覚えていくっていう感じでいいかもしんないね。でもここは寄ってよかったな。
まさか師匠がいるとはな、この時代に。じゃあ、福引券落ちてる。またこういうイベントを探してもう少し街を歩いてみようかな。ミミズ、これも食べられんのかな。食べちゃう。やべえ、食べれる。絶対ダメージ受けるじゃん。ダンゴムシと同じで。これ釣りをする時の餌になったりするのかな、ミミズって。ちょっと持っとこうかな。ダンゴムシで痛い目にあったからな、前回。あ、そういえばね、寺田屋にいる宇都宮にいろいろアイテムもらったんですけど、その中に経験値をもらえるっていう団子があったりしたので、まあこれはさっさと使っちゃった方がいいかなと思って持ってきたんですよ。これで経験値上げれば、食ったな。食いしん坊になっちゃってる。まあ序盤のうちは楽できるんじゃないかな。で、あとは徳を得ることができるっていうまんじゅうもあって、まあ、せっかくの特典アイテムだから使っちゃう。え、そんなに？すっげー溜まった徳。あ、ちょっと徳でなんか景品と交換してもらってもいいかもしんないね。あとね、この歌丸屋っていう建物がちょっと気になってて足を運んだんですけど、マップにはね、歌声酒場って書いてあるんですよ。これ要するにカラオケでしょ、多分。現代でも桐生さんカラオケ好きだからな。これは龍馬も気に入るんじゃないの。ちょっと寄ってみよう。あ、普通の飲食店、酒場でもあるし、変わった酒屋だな。あのステージで歌を歌うこともできるっていう感じなんだね。いらっしゃいませ。うちにいらっしゃるのは初めてですか。こちらでご説明させていただきます。ああ、頼む。こういう形でカラオケを再現するとはな。さすがにカラオケはないと思ったけど、それにしても変わった酒場だな。はい、うちは歌える酒場、その名も歌声酒場なんです。歌声酒場。はい、最近ようやく我々大衆にも歌という文化が広まってきつつあります。ああ、実際の時代背景も踏まえてそういう感じだったのか。歌って素晴らしいものです。歌ったり歌を聴いて盛り上がったりすると気分もすっきりしますし、何より楽しい。僕たちはそんな歌の良さをより多くの人に感じてもらいたい、歌という文化をもっと浸透させたいという思いからこの店を始めたんです。立派な心がけだな。なるほどな、ここでは誰でも歌えるのか。はい、あとお仲間が歌ってる時に一緒に舞台に登っていただいて、合いの手で歌を盛り上げることもできますよ。それいる？お仲間がいない時は店員の僕たちがお手伝いさせていただきます。あ、お仲間って実際にそういうことか。誰かを連れて歩いてる時にここに来ると歌ってもらえるんだ。ほう、なんだか難しそうだが、習うよりな、慣れというしな。今度やってみるか。はい、いつでもお待ちしていますよ。俺の名前は斉藤だ、よろしくな。はい、一緒に歌で盛り上がりましょう、斉藤さん。あ、せっかく来たから一曲ぐらい。ん？歌丸屋の主人との絆。ああ、こういう特定のキャラクターとの絆っていう概念があるんだな。交流をし、絆ゲージを貯めることで絆を深めることができます。なるほど、それが得にもつながるんだね。いらっしゃいませ。じゃあ斉藤さん、いらっしゃいませ。1曲500問ですか。歌っていきますか。歌おうか、1曲、せっかく来たし。かしこまりました。でも今までの龍が如くに存在した曲は、楽曲は使えないはずだもんね。そんな曲あったらおかしいからな。全部新しい曲なのか。曲に合わせてタイミングよくボタンを入力しているしていくリズムアクションゲームです。まあいつもの龍が如くのカラオケだよね、多分。うん、はい、歌う。イジザクラ、ハダペコ日和、アシラコマチ、全部知らない曲だ。維新専用の書き下ろしの曲なのかな、全部。すげえ。どうしようかな。一番左のイジザクラから行くか。歌う、これは合いの手、合いの手入れるか。キリュウさんの歌も聞きたいけど、愛の手も聞きたいからな。あ、キリュウさん自身が歌うのは左のやつだけか。あとは愛の手だ。
合いの手聞きてえなー、情熱的にやってくれよ。三角だらけ。後ろのやついるってなんだろこれ。いらないよ後ろのやつ。本日改正腹ペコビオイさん一日お疲れさん。絶対この歌う人だけでいい。私はまだか。お風呂よおい何よりご飯が先で、いつもありがとうね。幸せの食卓は怒涛の三角面白すぎるだろ。もう歌どうでもよくなっちゃってるもん。キリュウさんの愛の手に夢中で、ついキリュウさんって呼んじゃうな。お前の作る飯こそ国宝って言った今。500文払って何やってんだこいつマジで。俺がやらせたんだけど。やった、結構な高得点。これは龍馬に対する評価なの？歌ってる人の後ろでうるさかっただけだけど、あの人の歌の評価ではなく。お疲れ様でした。延長して歌うこともできますが、どうします？まあちょっと初めて来たしな。一応キルさんにも歌わせとくか。聞いてみたいね、新曲。他の龍が如くシリーズではない。維新だけの曲だもんな、多分。じゃあ、桐生さんが歌う、維持桜。どんな曲だろう。作詞全部堀井さんなんだな。よく歌なんて知ってたな、キルウさん。うわ、なんか難しそう、譜面が。あ、でもちょっとゆっくりだな。身分もない男はこれも。うわ、ちょ、スピード変わんのやめてよ。行が変わるときにスピード変わんのやめてほしい。ちょっとごめん、無言でやっちゃってる。初めての曲だし。あー、画面が気になる。ちょっとこれリズムが難しいな。全然うまくいかねえ。あ、終わりか。ちょっとサビが短かったな。もっと聞きたかった感もあるけど。なんだ今の構え。サムネになっちゃうぞあれ。あー、ちょっと難しかったなこれは。イージハってイージハって、ちょっとリズムが独特でね、現代の曲っぽくなくて。あー、でもかっこよかった。うん、本当に歌聞いただけになっちゃった。じゃあまた別の場所行こう。うん、ここに来ると絆もたまるんだね。あのなんか今の曲の畑の感じはあれかな、実際に畑いじりみたいなことをすることになるのかな。作物を育てたりなんかね、神社の神主にちり紙徳のことを教えてもらった時に、景品一覧になんか畑って項目もあったと思うんだよね。うわ、めんどくせえめんどくせえ、絡まれる。やっちゃうか。ね、ここの徳交換のほら、ここに畑っていう項目があるんだよね。まだ解放されてないけど、さっきのカラオケの映像からして
結構重要なシステムなんじゃないのこれ。畑っていうのが別宅っていうのもあるもんな。寺田屋とは別にちゃんと自分の家をもらえる時が来るのかな。じゃあちょっとせっかくまんじゅう食って得たまったし、何あげよっかな。なんかもらおうと思うけど、まあダッシュ機能強化とかまず1個もらっとくといいかな。話の長い女、その時その男は何て言ったと思う？俺の後ろに立つなですって。一体どこの仕事人なのって感じよね。ゴルゴかな。でそうそう、そんなことより先日引っ越して来られた田中さん、田中さんの奥さんたらすごいのよ。うんざりな女。ねえ咲子さん、え、何これ、なんだ、サブストーリーかなんかか。なんかそんなに深く考えないで話しかけたんだけど。え、何どうかした？今からがこの話の面白いところなんだから。そんなことどうでもいいわよ。え、ずっと思ってたけど咲子さん、あなたね、話長いのよ、長すぎるのよ、道でばったり会って軽く世間話するだけでなんで半日も、やっば半日も話し続けるのよ。もっと、もうちょっと遮るタイミングあったろ。じゃあだって喋り始めたら止まらなくて、みんなそんなもんじゃない、そんなもんじゃないわよ。もうだから咲子さんと出くわすの嫌だったのよ。みんなの言う通り気づかないふりしとけばよかったわ。え、みんな、みんなって誰なの。みんなはみんなよ、今日にいる人みんな。もう咲子さんの話に付き合おうなんて人この町に一人だっていないんだから、さようなら。おい、これ龍馬が付き合う流れじゃないだろうな。あ、待って、秋間さん、そんなことより私の話はまだ途中よ。まだ話そうとしてるこの人。でもね、待ってったら秋見さん。え、は、私ったらまたやっちゃった。まずいまずいまずい、長い話聞かされる羽目になる。まさに口は災いのもとってやつだな。長々とした話、サブストーリーなのかこれ。見過ごすわけにもいかないか。じゃあねえ、そこの人ちょっと聞いてよ。ん、どうした。私さっき知り合いに、もう話始まっちゃってない、これ始まっちゃってない、もうさっき知り合いに愛想つかされちゃったわ。なんでも今日にいる人全員から呆れられちゃったらしいのよ、話が長いって。私の話ってそんなに長いのかしら。いや俺はあんたの話を聞いたことがないからわからないや。じゃあ俺はこれでとはならない。あら、確かにその通りだわね。いいわ、じゃあ私の話し相手になってちょうだいよ。なぜそうなる。いいじゃない、私ももうこの町に話し相手いないんだもの。私は話し相手が見つかる。あなたは私の話が本当に長いのかが分かる。ちょっとメリット少ないな。どちらにとっても有益な関係じゃないの。そうは思えないが。ちょっとくらい付き合ってくれてもいいじゃないの。お礼ならするからさ。ねえねえ、礼あるの本当に。まあなっておくか。サブストーリーだもんな。いくらこの女の話が長いとはいえ、知り合いにあそこまで文句を言われていたのはかわいそうだったな。まあね。ああいいぞ、少しだけなら話を聞いてやる。少しだけだぞ。え、本当？嬉しいわ。まだ今日の街も捨てたもんじゃないわ。私の話に付き合ってくれる人残ってるじゃないの。本当にそこまで話が長いのか、みんなから煙たがられるほどに。わかんないけどそうらしいわね。自分ではまだまだ話足りないくらいなんだけど。でもやっぱり嫌がられてたのかしらね。私が話してるとみんなそわそわし始めたり、目を閉じたり、突然空を見つめ始めたりするから。空見つめるのはもう察しろよ。私話ができるだけで満足だから、相手がどう思うかとか特に気にしないでずっとベラベラ話し続けていたのよね。今思えばそういうところがいけなかったんだと思うんだけどね。やっぱこれ本題じゃないよね、まだこれ前置きだよな、まだ。やっぱりあれよね、大切なものほどいつも失ってから気づくもの。カメラがちょっとずつ引いてる。いつも失ってから気づくものなのよ、なんかの本にそう書いてあったもの。あ、そうそう、自己紹介。龍馬何も返事してないのに。自己紹介がまだだったわね。私の名前は咲子、趣味はね、人と話すこと。私はね、物心ついた時からずっとおしゃべりに花を咲かせてきたのよ。ついたあだ名は口から先に生まれた咲子。ひどいと思わない？だってあだ名の方が本名より長いのよ。こんぞまさに身も蓋もないって感じよね。で、一言も喋ってない龍馬が。で、その結果があなたもご存知の通り、町中の人に呆れられて話し相手がいなくなっちゃったかわいそうな女よ。なるほどね、どうでね。最近話しかけても口聞いてくれなかったり、私と目が合っても通り過ぎていく人多いわけよね。
一言も発してない。ああそんな目で見ないでよ、恥ずかしい女だって自分で分かってるから私。でも止まらないの、縦板に水女とは私のことなのよ。おい、お、喋った。何？どうかした？あ、分かった、小休憩する？いや、そういうことじゃない、すでに話が長いんだが。そうだよね、これまだ本題にも入ってないよな。え？え、そりゃそうよ、だってあなた私の話聞いてくれるって言ったじゃない。いや少しなら聞くと言ったが、すでに十分すぎるほど聞いた気がする。もう言ってもいいだろうか。ダメよあなた、だって私の話まだ終わってないもの。始まってすらなさそうだったもんね。あなた話聞いてくれるって言ったんだもの。はっ、もしかして男に二言があるっていうの？ねえ、ちょっとそんなわけないよね。いやそうじゃないが。話聞いてくれるって約束したのに、ひどいじゃないのよ。私ちょっと人を信じる心を失いかけそうよ、手数が多すぎる。絶望よ、この町に私の話を聞いてくれる人はもう誰一人として残ってないんだわ。胸が張り裂けそう、咲子、胸が張り裂けそうよ。このままでは立ち去る暇さえ与えてくれそうにない。もう分かった、気の済むまで話せばいい。本当嬉しいわ。いやー、さすがあなた器が大きいわね。ひとまず話を聞くふりさえしてればいいだろう、心を無にして。だから突然空を見つめる人がいるんだな。心を無にしてこの女の話が終わるのを待とう。あ、そうよ、話をするにあたって大切なことを言ってなかったわ。あなたのような器が大きくて優しい人なら大丈夫だと思うけど、私ね、話を聞くふりして適当に相槌打つ人苦手なのよ。ちゃんと私の話を聞いてくれるか後でか、確認されるの？話を聞いてくれてるか後で確認するから内容をしっかり覚えておいてね。気が抜けねえじゃねえか、空見つめらんねえじゃん。じゃあおしゃべりを始めるわよ、ここから開始なの。すでにまあまあ長かったけど、ここまでの下り、腕が鳴る、いいえ口がうなるわ。まさか今からが本番だと。今までの語りはまだ入り口にすらたどり着いていなかったというのか。何を話そうかしらね。ああ、そうだわ。最近ね、私気づいちゃったのよ、昔と比べて自分がすっごく変わってることに。この年になるとそりゃ心も体も昔とは違うわよ。そりゃいろいろ変化するってことは納得できるんだけど、ちょっと驚愕したのよ。例えばね、カメラワークやめろ、ちょっとずつ聞くの。話が長そうな雰囲気をもうカメラから出してくる。例えばね、好きなものが変わってるの。食べ物とか場所とか男とか。最後な、冗談よ冗談。私、あ、まだ私独身なんだけどね。具体的に食べ物で言うとね、ナス。昔は私ナスが苦手だったのよ。あ、昔って言ってもすっごく子供の頃よ。味も薄いし、色も黒いし、その上中身は白いし、どこが美味しいのかしらって思ってたんだけど、別に中身が白いのはどうでもいいだろ。大人になって久しぶりに、どこまで引くんだよカメラ。大人になって久しぶりに食べてみるとすっごく美味しいのよね。みずみずしくて醤油の味もそのまま染み込むのよ。あれは本当大人の味よね。子供の時は全く分からなかったわ。子供の頃は苦手だったのに好きに変わったもの。他にはそうね、椎茸もそうね、うなぎとか、あとタケノコなんかも似たような感じよね。うなぎなんてね、子供の頃はなんで高級なのか分からなかったけど、今では土下座してでも食べたい代物よ。それはわかる。やっぱりこの年になると若かった頃とは全く別物になっちゃうのかしらね。あ、もちろん心はまだ20代よ。で、あ、そうそう、聞いてよ。そういえばこの前ね、なんかいきなり話の流れが変わった。素敵な出来事があったのよ。ここで急に話変わるんだったら今までのやついる？うなぎとかタケノコとかの。私が子供の頃ね、家の近所に小太郎ちゃんって友達がいたのよ。私より2歳年下でね、背が小さくてとっても可愛い男の子だったの。私たちよく遊んでたんだけど、いつの間にか小太郎ちゃんが遠くの町へ行っちゃって、それっきり全く会ったことなかったのよ。そんな感じでこの前偶然お茶屋さんの前で再会したの。ほんと懐かしくて、小太郎ちゃんも今ではもうおっさんよ。けど相変わらず背が小さかったのよね。というか何十年会ってなくてもさ、分かるものだよね人って。あ、小太郎ちゃんだって一目見た時分かったもの。そんで私ね、すっごく久しぶりに会ったもんだから、小太郎ちゃん今何してんのって聞いたの。そうしたら小太郎ちゃんなんて答えたと思う？散歩だよ。だって普通久しぶりに会った人に何してんのって聞かれたら、今の仕事とか近況とか話すわよね。私おかしくて笑っちゃった。そうそう、少し抜けてるところがあったのよね。聞けば小太郎ちゃんもまだ一人身なんですって。私たち一人同士くっついちゃうって冗談を言って笑い合ったのよ。楽しかったね。もう心を無にしてる。後で確認されるからな。でも今回はひとまず初回だしってなんだよ。まだあんのか。このくらいで話を置いておこうかしら。次があるのか？もちろんよ。あなた一回話したぐらいで私の話したい欲が満たされるとでも思ってた？勘違いさせたならごめんなさいね。乗りかかった船、続けるな、そのまま話よ。乗りかかった船っていうし、もう少しだけ付き合ってよ。諦めた顔やめろ。抵抗してくれ。そんなにうんざりした顔しなくてもいいじゃない。あ、ところで今の話、あ、確認来るか？今の私の話ちゃんと聞いてた？あ、聞いていた。本当にちゃんと聞いてた？本当に本当だ。じゃあ私が大人になって好きになった食べ物全部覚えてる？ナス、うなぎ、タケノコ、あとなんだっけ、
しいたけも言ってたっけ。え、あと他にあったっけ。もうあなたね、話ちゃんと聞いてたか後で確認するって言ったじゃない。ちゃんと聞いてたなら簡単に答えられるはずよね。そんな顔しないで、分かったよ。もうちょっとだけ簡単にしてあげるから。選択肢式になるか。じゃあね、私が大人になってから好きになった食べ物、その中から一つでも言えればいいわ。どう、簡単でしょ。この女が大人になって好きになったものか、一体何だったか。タケノコ、もう一度話をしてくれとか、これ地獄でしょ。本当に最初から頭から話すんじゃないの、これ選んだら。男とかも言ってたけどな、冗談で。まあでもタケノコって言っとこう、ちゃんと。ウナギとかも言ってたけど、タケノコだろ。そうそう、タケノコもその一つよね。私が大人になって好きな食べ物はナス、シイタケ、ウナギ、そしてタケノコ。お、俺完全正当だった、やった。そしてタケノコだったよね。本当に味覚って変わるものなのね。小太郎ちゃんの名前とか出るんじゃないの。でもこれだけじゃまだあなたがちゃんと話聞いてるか判断できないわね。うん、まだあるな。じゃあこれは覚えてるかしら。私が子供の頃友達だった男の子、小太郎ちゃん。あ、小太郎ちゃんは言った。彼と私が再会した場所はどこだったっけ。え、あ、茶屋の前だ。お茶屋さんの前みたいなこと言ってたはず。もう一度話これ。うっかり押したら地獄見るぞ。こら、茶屋の前だったか。その通り、私が小太郎ちゃんと再会したのはお茶屋さんの前。うふふ、いい感じね。ちゃんと聞いていたからな。ちゃんと読み上げしてるからね、実況で。多分これなんか無言でポチポチセリフ送ってたら覚えてられなかったかもしんないね。うん、そうね、大体私の話聞いてくれてたみたいだけど。じゃあね、最後にこんだけ聞かせてちょうだい。ああ、なんだ。私の名前何だったか覚えてる。さきこでしょ。ああ、口から先に生まれたとか言ってたじゃん。これなんなら一番簡単でしょ。あんたの名前はさきこだ。あら、ちょっと一番な質問だったのに、さすがね。そうね、私は口から先に生まれたさきこ。ふふ、覚えてくれて嬉しいわ。その愛称気に入ってんのか。あんま気に入るようなもんじゃないと思うけど、普通。とこんなとこかしらね。あんたがどれくらい私の話を聞いてくれてたくれたかよくわかったわ。ちょっともう俺の口が疲れたわ。素晴らしい話の聞きっぷりだわ。完璧よ、完璧。私の話を一言一句聞き漏らさないように聞いてくれてたってことよね。ほんとありがとうね。なんか感謝された。そうか、とても清々しい気分よ。これもらってくれる。うん、金印金印なんだこれ、素材かな。じゃあまた話がしたくなったら、私ここに来てあなたのこと待ってるから、必ず来るのよ。やだな、これ続きあんのか、マジで。いいわね、約束したからね。私ずっと待ってる。実況の中でやるか迷うな。絶対よ、実況中じゃない時に俺が勝手にやってもいい気もするけど。ああ、目が死んでる。あ、おお、あ、びっくりした。300たまったのか。びっくりした。2000もらえたのかと思った。300もらって2000になったのね。あ、ごめんね、犬が。あ、すいません。じゃあ最後にすげえ長い話を聞く羽目になったので、あ、一旦部屋に戻ってきました。まあ今回はここでセーブして終わろうと思うんですけど、そこの布団調べて休憩したら夜まで時間が進むってことだよね。で、今は秋山の顔をしたニーボリという男に情報屋を斡旋してもらってるので、夜になったら情報屋に会いに行くっていう感じですね。じゃあそうだな、今回はここで終わるけど、小牧流の修行とかは実況やってない時にこっちで勝手にやっておこうかなと思いますね。よし、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。